皆さんこんにちは、パンツァーマイスターです。今回ご紹介するキットはこちらです。ドラゴンとミニアートのフィギュアです。最近ね、重い、割と重いレビューが続いたんで、たまにはこういう手ぬ軽いのもいいかなと思って、はい。ドラゴンの方は中古で買いましたかね、はい。いつも買う中古のお店で通販で購入して、でミニアートは2ヶ月ぐらい前ですかね、久しぶりに秋葉原行きたいなと思って、たまたまよくお店行ったらちょうど棚に並んでて、でこの2つは探してたんですごくね嬉しかったんですけど、なかなかやっぱり物を手に入れるっていうのは縁だなっていう気がしますね、あれだけ探してたのに、手に入るときはこんなもんかっていう感じでしたね。ドラゴンの方は割ともう古くて2002年とか、それから8年ぐらいですか、はい。下の方辺2008年で、上のパンツァーライダーは2002年ですから、結構時間は経ってるっていう感じですか、はい。ミニアートの方はね、両方とも多分5、6年前ぐらいに出てるんで、かなり新しい作りになってるんですけど、そういう意味でもちょっとこの辺もね、やっぱり巨頭の商品だけあって、ちょっと比べるのも面白いかなっていう気がしますね、はい。では早速中見てまいりましょう、はい。まずはドラゴンのパンツァーライダーですね、はい。結構ね、戦車兵ばっか買ってたんですけど、最近こういう戦車と一緒に乗っけて絵になるようなものもちょこちょこね、買い始めたんで、いろいろああしたいな、こうしたいなっていうね、妄想ばっかり、はい、先進んでるんですけど、そんな感じですね。はい。当時なんで、こういう感じですかね。塗装図と組み立て図が一応、イラストになってますと。中はこういう感じでランナーだけですね。アクセサリーのランナーですね、はい。これはライフルですね、標準なモゼルライフルですね、もう本当に装備も標準だけど、出来上がりもドラゴン標準っていう感じで、非常にいいですよね、はい。で設定が1944年なんで、やっぱり後期のこういう装備のものもちゃんと入ってて、パンツァーファーストとかね、こういった可視化用のサブマシンガンとかも入ってますけど、いずれも素晴らしい出来で、で、20年前からこういうものができてたってことですよね、ワクワクしますよね。フィギュアのランナーですね、はい。装備品もね、やっぱり初めからこのぐらいのものができてたっていうことで、前回タミヤのやった時に体の出来とか動きもすごく良かったって言ってましたけど、こういう装備品も体の線に沿ったカーブになってたりとか、そういうとこすごいなって言ってましたけど、ドラゴンから言わせれば、いやうち20年目からやってますけどみたいな、そういう感じですかね、はい。これ雑のとかもかなり、はい、こういうなんか自然な束んだっていうんですか、たるんだ感じとかすごくいいですよね、ちょっと違うっていう感じしますよね、手とかやっぱり新しいものね、タミヤのすごく繊細な感じでしたけど、やっぱり大きさ若干違いますもんね、顔とかもすごくいいですね。あと僕は子供の頃やったきりで、最近は全然やってないんですけど、こういうのは結構切り張りするっていうんですか、要はこうちょっと角度を変えたいとか動きを変えたいとかってする場合、昔はパテがなかったんで強引にろうそくの炎で炙って曲げたりとかしてたんですけど、最近はいい道具や材料があるんで、その改造もしやすくなってると思うんで、
こういう構造ですかね。まあこういうの見るとちょっと動かしたいなっていうのもまあやりやすそうな気がしますよね。まあまあ造形はもう言うまでもないですかね。はい、もうまあディティールですかね。はい。背中もいいですよね。いや素晴らしいですね。はい。お次はドラゴンの自走砲兵セットですね。まあ一応プレミアムエディションっていう風になってて、まあノーマル版ですかも含めて、まあ結構有名な、はい、フィギュアですよね、これね。かなり前から出てる。まあなんで、こういうおまけがいっぱい入ってると。まあ、ドラゴンスチレン製の、まあ、ヘッドですね。はい、あとまあ、これは弾薬ケース、塔で編んだやつとか、まあそういうのが入ってる。はい。まあ、裏側こういう感じで、まあまあ本当に踏めるよっていうイメージですかね。はい、なんかこういう感じなんですけど、これまあドラゴンのキットに入ってる、まあ、ボードいつも入ってるやつですけど、なかなかフィギュアのセットもこういうの入ってないんでね、はい、ちょっとまあ豪華な感じは確かにしますね。はい、これは塗装図で、別途こういうものが用意されてますね。はい。まあ、陶器の迷彩スモック、はい、着用なんで、まあ、冬仕様ですよね。はい、この辺のイラストの書き込みもすごくいいんで、まあ、塗装だけじゃなくてね、まあ、こういう小物の作成、ディティールアップの、まあ、すごい参考になりますよね。はい。まあ、ボードですよね。ヘッドがね、とりあえず、別個に入ってるんで、まあ、これはもう当然、まあ、こういうの見て、わかる通り、まあ、陶器仕様のものが入ってたりとか、素の、まあ、ヘッドが入ってるんで、まあ、いろいろ、まあ、使えそうでいいですよね。結構、まあ、選択の余地があるっていうんですか。はい。で、こっちの方は、これが、まあ、陶製の弾丸ケースで、はい。こっちの方は、まあ、なんですかね。まあ一応、マットみたいなものですか。まあ日本で言えば、むしろになるのかな。うん。まあこういうものがくっついてたりとか。うん。結構、いろいろ盛りだくさんなんですよね。はい。で、これ、ちょっと見えるかな。はい。ドラゴンの歩兵のフィギュアとか、まあ、歩兵っていうか、まあ戦車兵とかですかね。まあよく入ってるヘッドホンの、はい、このフレームですね。で、これ、喉当てマイクの、はい、パーツ。こういうのが入ってますね。アクセサリーの、まあ、砲弾ですよね。まあ、ここに、FH18 とか書いてあるんで、まあ、105ミリ砲弾ですかね。はい。まあ、こっち側の、これ2種類あるんだ。はい。まあ、榴弾と、なんだろう。多分両方榴弾だと思うんですけど、すいません。これはちょっと、榴弾と何か、はい。まあ、後でこれ調べておきます。二つ、ちゃんと種類ついてますね。で、下のやつは、多分、作薬の、分離して、置いてあるんで、まあ、作薬のケースですよね。うん。あと、クリーニングロッドですかね、これね。はい。こういうものが、ちゃんと入ってますね。この辺ね、中抜きのところもすごくシャープに成形されてて、まあ、ほんとレベル高いですよね。はい。フィギュアのランナーですね。はい。まあ、こっちの方にも砲弾がおまけについてますね。まあ、88ミリとかですかね。大きさ的にね。で、まあ、やっぱりヘッドがね、別個ついてるだけあって、こういう略棒、こういうのが分割されてますよね。うん。あと、まあ、この辺のディティールを見ると、まあ、ぼちぼちこれ古いなっていう感じはしますかね。はい。まあ、でも、当時からヘッドホンがこういう風になって、イヤーパッドですか、まあ、分化されて、エッジパーツついてたりとかしてるんで、やっぱり、ちょっとまあ、よそと違うなっていう感じですよね。うん、まあ、服のディティールなんかは、まあ、スモック着てるんでね、まあ、そんなに表がね、こう、ゴテゴテしてないんでしょうけど、うん、まあ、そんな感じに見えますかね。はい。そんな感じ。でもまあ、やっぱり顔のディティールとか折り込み見てると、やっぱりまあ、ドラゴンらしいなって感じはしますね。うん。やっぱりスモーク着てるこのダブダブ感がいいですよね。うん。手はもうだから、これ、モールドが甘いんじゃなくて、もう、多分グローブしてますよね。うん。
まあ、やっぱこの辺のあのこう中抜きとか、まあ、分割とかやっぱりちょっとまあ古っぽい感じなんでしょうけど、まあでも接着することを考えたらね、こっちの方が強度ありますからね。はい、いいですね、このフードの垂れ具合とかね、すごくリアルでいいですね。ミニアートのソビエト戦車兵ですね。まあこれあのちょっとユニフォームがよく見るのと全然違うんですけど、まあ、ここにあの重戦車ないしはあの火炎放射戦車、まあそっちの乗務員のユニフォームっていうことで、まあこの辺ですね、まあこの辺のあの多分耐火性が強いものとかこういうのをまあ上から羽織ってるっていう感じですかね。まあ、下はあの普通のユニフォームに近い気がしますね。はい、あのこれはパッケージ見た時にあのなんでみんなこんなモデル立ちみたいな感じなんだみたいな印象だったんで、あの結構なんかみんなドヤ顔してるように僕には見えたんで、かえってまあその印象的だった。でこれはもうあのタミヤの KV 戦車とかに合わせたいなと思って一応買ったんですよね。はい、裏側はまあ組み立てと塗装図ですかね。はい、はい、なんかこういう感じでランナーだけですね。特にまあこれはあのアクセサリーのランナーとかなくて、こうやってあの1人分がこうやってあの1ブロックに分かれてますね。はい、まあね、一応新しい、比較的新しいキットなんで、しかもミニアート製なんで、まああのもうちょっとシワのディティールとかもえぐいですよね。ブーツもね、まあこんだけシワ寄ってると、まあ、どんだけ薄い素材なんだとかね、やっぱりそういうところまでなんかこう見えてきますよね。うん、いやもうまあすごいすごい造形じゃないですか。まあインジェクションですんでね、やっぱりレジンとかとね比べるとまあやりきれない部分もあるんでしょうけど、まあね、値段のこと考えると十分すぎるほどいいかなっていう感じですね。はい、まあただ結構ね新しいキットなんですけど、ちょっとまあバリが目立つかなっていう感じなんで、まあパーツの成形ですか、もう本当にあのパーティングラインとか結構ねがっつり出ちゃってるんで、これやっぱり服のシワ消さないように丁寧に削るのちょっと大変かなっていう気がしますね。はい、まあゲートもね結構ぶっといですよね。うん、まあまあ、 あのみんなそんなの当たり前のように丁寧にやるわけですからね。はい、まあ、全然問題ないですけど、まあ基本入ってるそのセットがみんなこうすだちっていうんですか、まあ立ってる、はい、ポーズのものが多いんで、結構まあ似たような形のランナーが多いですけど、うん、まあまあまあやっぱり 再現性半端ないですよね。うん、こういうのとか、いやもう嘘みたい。なんですかね、その革のジャケット着てると思うんですけど、耐火性のもうなんかあの革みたいに見えてきちゃいますもんね。うん、まああとやっぱりヨーロッパのメーカーのって顔がちょっと独特ですよね。うんうん、まあもちろんいい意味なんですけど、もう本当にリアルな感じしますよね。ね、この辺とかもかなりすごいですよね。レジンとかに比べても引けを取らないようなディティールだと僕は思いますけど、はい、これが最後かな。これはミトンつけてますね。うん、いやね、ちょっとごめんなさいね、もうあのまあ言葉はまあいらないでしょうって感じですね。本当に見ればわかるでしょうって感じで、これは
これはまあやっぱりね、塗装でしょうね。まあ塗装楽しいだろうな。うん、はい、最後ミニアートの日本製遮蔽ですね。はい。これはね、まあ今回、まあ目玉っていうか、まあ、まあずっと探してたんですよね。以前動画でも言ったことあると思うんですけど、日本軍の戦車兵ってレジも含めて、まあ、極端に少ないんで、本当にまあ、ファインモールドとかからね出てますけど、あの辺とか、まあ、あとタミヤがつけてるものとか、まあ、そんなもんぐらいしかなくて、だからこれはまあずっと欲しかったんですけど、まあそんなもんに限って売ってないわけですよね。はい。まあ、たまに中古のお店とか、はい、それからヤフオクとか、ああいうところで見るんですけど、まあ、やっぱりみんな同じこと考えてるらしくて、結構その高値になっちゃったりしてるんで、まあちょっとスルーしてたんですけど、まあ、前回秋葉のお店に行った時に、まあ、たまたま、はい、本当に2個積んであったんですよね。はい、もうなんで、まあ、値段もね、まあ、ちょっと見せちゃいますけど、こんな感じ手頃だったんで、まあ両方課長かなって思ったんですけど、まあ、探してる人もね、他にいると思ったんで、まあ、1個は残しておきましたけど、まあ、ちょっとラッキーだったなっていう感じですね。はい。まあ、裏側もこういう感じですね。はい。まあ、組み立てと塗装図で、やっぱり、ちょっと、こういうリラックスしてるようなものが入ってたりするとか、あと、これですね。これ、なんだっけ、なんか、ちゃんとした名前ついてんだよな。こう、署名っていうんですか、頑張れみたいな、応援のメッセージが書き込んである、100人張りじゃないんだよな。はい。これも後で調べておきます。こういうのがね、ちゃんと煽ってたりとか、まあ、よう分かってんなっていう感じなんですよね。はい。はい、これは一応なんか紙が入ってますね。これはパーツ図ですね。はい、まあ一応番号を欄内に振ってあると思うんですけど、まあ間違わないように、まあ、丁寧にこういうものが入ってます。これはチョーカーを履いてるんで、まあここ軍刀もありますんでね、まあ一応戦車長のフィギュアですね。まあ、顔はやっぱりはっきり言って日本人っぽくないんですけど、まあでも東洋人の顔はしてますよね。はい。いや、本当面白いな。はい。アクセサリーも本当秀逸ですよね。まあこの辺の房とかね、なかなかね、一発で抜けないもんでしょうけどね。さすがですよね。うん、これは何だろうな。これ多分略棒の後ろについてるひらひらだと思うんですけどね。はい。この辺は戦車兵が一応みんな携帯してるゴーグルですね。うん。で、こっち側はアグラー書いてる、はい、戦車兵のもんですね。はい。まあ、顔はまあ、こっちとは全然違うんですけど。うん。あ、そうだそうだ。これ、はい、略棒なんで、これですね。これ、ここの後ろにつくやつですね。はい。うん、いや、いいですね。まあ、なかなかこういうポーズのね、はい。フィギュアもね、そんな多くないですしね。あ、やっぱりまあ、グローブしてますね。うん。いや、まあ、ほんとよくできてますよね。これはでも、ゲートル巻いてるパターンがなんか、ちょっと、違和感ありますかね。はい。なんか、ちょっと違うかもしれない。うん、いやー、でもまあ、まあまあ、素晴らしいですね。うん、もう一枚のランナーですね。はい。顔いいですね。ちょっと、日本人っぽくなってきましたね。うん、戦車兵の人でも銃剣携帯してるんですね。うん、戦車の方でね、まあライフルを予備の兵器として持ってたりはしてないと思うんですけどね。うん、
ゲートルはやっぱまあ普通に巻くとこういう感じになりますよね。さっきのはまあちょっとね僕間違ってるかもしれないって言いましたけど、ああいうパターンがあったのかもしれないですかね、うん、まあ何から何まで、まあ、いいですね。まあ、例えば手の大きさとかやっぱりちょっとまあドラゴンと比べると小さいなと思うんですけど、まあ日本人だとねやっぱりちょうどそのサイズ的にまあいいなみたいな感じですよね、はい、あこの兵隊さん、この戦車兵ですね、これ、はい、タスキみたいな感じにして巻いてるの、いやもうねもう申し分ないですね、造形はね、うん、いやこれはもう本当欲しかったんでね、変えてよかったって感じですね。うん、ちゃんと縛ってますね、はい、うん、いやでもよく交渉してるなっていう感じしますね。なかなか資料もねそんなにないんでしょうから、うん、いやいいですね、うん、うん、はい、パーツの紹介は以上です。総評です。まあ年代もねメーカーも違うもの同士だったんで、まあ、当然中の、まあ、味付けは全然違うと思うんですけど、まあ、こうやって比べてみると結構面白いもんですよね。今回ね軽い動画にしようみたいな感じで始めたわけですけど、結局この動画もそこそこ長くなってそうな気はするんですよね。はい、フィギュアのねレビューも需要があるのかなみたいなものはあるんですけど、まあ、やってる方としてはまあ作る時にならないとこうじっくり向き合わないわけですからやっぱりレビューするといろいろ細部が見れて、まあ、本当に楽しいですよね。はい、まあ妄想ばっか膨らむばっかでね、まあ、全然進まない、制作が進まないのはちょっとじくじたるものはあるんですけど、まあ涼しくなる頃には、まあ、体調も良くなると思うんで、まあ、頑張りたいなと、はい、まああとはミニアート、まあ、僕買ったやつは多分エッチングパーツとか入ってなかったと思うんですよね、まあ、なんで、まあ、ドラゴン結構ねエッチングパーツ入ってるものとか割とあるんで、その辺はもうインジェクションで完全にやるんだみたいな、まあ、そういう意思は感じられますよね、まあ、服のディティールとかね、まあ、すごかったですよね、まあ、当然新しいものなんでね金型の、ね、技術とかも上がってるんでしょうけど、結構メーカーのこう色が分かれるなっていうのは、まあ、興味深いところはありますよね。あとまあ商品に関してはまあ、ミニアートって割と新製品はね日本結構入ってくるんで、まあ、非常に、まあ、ありがたい状況ですし、まあ、なかなかね戦争も終わらないわけですけど、マスターボックスとかねミニアートとか、まあ、普通に活動を続けていられるんでね、まあ、ほっと一安心っていうところもあるんですけど、まあ、何しろ買いそびれちゃうとなかなか次買えないみたいな感じなんで、ミニアートの特にフィギュアですよね、最近再販でいくつか新しい、まあ、生産休止的みたいな感じになってたのが入ってきてるんで、ちょっとまあ興味ある人とかね探してる人は通販のねアマゾンとかね、まあヤフーショッピングとかああいうところ、まあ、まだ持ってるみたいなんでね、欲しい人はね、まあ、なるべく早めに購入することはおすすめですかね、はい、まあ、今回買ったフィギュアもみんなも満足いくものだったんで、はい、あとは一生懸命頑張って作りたいですね、はい、はい、今回のレビューは以上です。最後までご視聴ありがとうございました。これからもいろいろレビューしていきますので、面白かったな、次のキットは何かなと思ってくださった方々、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。皆さんの熱いコメントもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。ノーパンツァー、ノーライフ。